お疲れちゃんです。ラットです。というわけでですね、本日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらのスケルトンラッシュデッキを使っていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、多分初めて見る形だなと、思います。はい。で、まあ僕もね、初めて見たんですけど、こちらがですね、今ね、グラチャレ、ウィンレートナンバーワン。そして、めちゃくちゃ流行ってます。なんかグラチャレ12勝、誰がどのデッキでしたかとかっていうね、ロイヤルアピっていうサイトがあるんですけど、まあ、皆さんそれ見たらね、僕が、いつもウィンレートとか言ってるのが全部見えると思います。んで、良ければね、見てみてください。で、それでですね、このデッキで12勝、このデッキで12勝、そしたらまあ違うデッキで12勝があったら、またこのデッキで12勝みたいな感じで、今、グラチャレ12勝、このデッキばっかになっちゃってます。はい。っていうぐらい、強いみたいなんでね、今日こちらを使っていきます。まあ最近、あれですね、てかグラチャレの勝率、今これがナンバーワンで、2位から5位がまだラバなんですよね、本当に。なんで、まあラバに対して、ドラドラとエレキ、で、ポイズンもあるっていうので、まあ、ラバに対してまず強い。と、あとはエリゴレかな？エリゴレもちょくちょくいって、エリゴレに対しても、前までアイスイズベビーのトルネボムタワーだったんですけど、のスケルトンラッシュが流行ってたんですけど、まあ、それでもね、エリゴレには勝てたんですけど、まあ、この方でもエリゴレには勝てるって感じですね。ベビドラと、またポイズン、ウッド、まあ、ボムタワーの範囲攻撃。で、基本的に溶かしていけると思います。で、まあ、エレキがね、入っているのが若干珍しめかなと思うんですけど、まあ、あれですね。ラバデッキにインドラも入ってますし、まあ、あとはラムライダーかな、個人的に最近ラムがちょっと増えたんじゃないかなと思いますね。ヒーラー入りのね、すげー強えゴリ押しヒーラー、ラムライダーみたいなのがね、今いるんですよね。僕もラットワークの方でちょっと使ってるんですけど、ちょっと強いんですよね。まあそういうラムとかの突進をね、エレキだとこう止めれるっていうので、いるんじゃないかなと思いますね。同じようなので行きましたね、これ。ここで置いてインドラを残したい。はい。多分これ同じかもしれないですね。もしかしたら。これエレキ来ると思うんで、一回これ捨てていいな。はい。で、そう、ラムに対して、そう、来ましたね。全然スケルじゃなかった。ウッドも優秀ですし、まあ、エレキも優秀かなと思います。突進止められるのはね、よいしょ、結構でかいと思いますので、で、これには、まあ、さすがにエレキとベビドラが結構余っていますので、スケル打って、まあ、三角はどうにもできないので、まあ、今回はね、無理に攻めずに一回置こうかなと思います。で、スケラー使ってる時に、まあ、注意しなければいけないのが、まあ、ポイズンを打つか打たないかみたいなのがあるんですよね。スケルトンラッシュ打って、コストが僕2コストとかしかなくて、相手がまあなんかでね、対応してくるんですよ。で、4コスになってから相手のユニットに対して、ポイズンを打って処理するかどうかみたいなところがあるんですけど、基本的にはね、打たない方がいいですね。流れてくるやつを結局自陣で、エレキとかベビドラとか他にユニットで処理できるんで、コストない時に無理やりポイズンとかあんま打たない方がいいですね。さっきの攻めも、まあ言ったらそんなダメージ入っていないんですけど、まあ相手のデッキが分かりましたし、若干のダメージも入っていますんで、そう。で、こういう三角とかね、割いたターンに、まあ、チャンスだなと思って、まあ、こういうところですね。ここで打っちゃうと、相手三角ないんで、まあ、どうやって守るんだろうって感じで、インドラに対してエレキ当てて、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、ポイズン打たなくていいですね。ここでポイズンをね、まあ、打たなくて、もう打っても、ってどうなんすかねって感じなんですけど、まあ、正直、どうせカウンター来るんで、結局カウンター来て、なんかにユニットで守るんなら、まあ、使わなくていいよね、みたいな感じですね。ここはエレキがあるとすごいいいんですけど、まあ、回ってないので、まあビビで多分耐えれそうですね。で、サンガゴまだ使ってないんですよね。サンガゴ使ってないんで、今回はまあスケルトンラッシュプラスポイズンまで打ちたいよねって。あ、待ってごめん。いや、間違えてごめん。これマジで事故。本当に事故。エレキ出そうとしたんですよ、僕。後ろからエレキ。でもここでサンガゴさえたらスケラ打てるよねって思ったんですけど、ちょっとね、これは煽りとかじゃないですね。別に何も煽りとかじゃないですね。これはもうベビースケラーというかポイズン圏内みたいになりますね。これはもうちょっと終わらしちゃいたいですね。ちょっと聞いてほしいことがね、マジであるんですよ。本当に。いや、今日の2時間ぐらい前かなに、めちゃくちゃちょっともう死ぬんじゃねえかっていうようなね、経験をしたんですよね。ちょっとそれはね、皆さんにね、本当に聞いてほしい。皆さんにはね、全然あることだと思うんで、まあ、僕も急にね、起きたことなんで、ちょっとね、話したいんですけど、まあ、今日普通に起きて、こう、ちょっと、部屋でね、ゆっくりしてて、したら、まあ、途中でと言いますか、普通にゆっくりしてたら、めちゃくちゃお腹痛くなったんですよ。はい。で、まあ、普通に通り行くじゃないですか。で、このお腹痛いがですね、外れの方のお腹痛いだったんですよ。トイレで、いてってこう、戦うね。気分のいい方のって言いますか、じゃなくて、もう外れの方のね、お腹痛いだったんですよね。で、まあ、それだけならね、別にいいじゃないですか。うわ、お腹痛いでこう、戦うだけなんですけど、こう、戦ってる最中に、急にめちゃくちゃ気分悪くなったんですよ。吐き気と同時になんかこう、もう、やばい、めっちゃ気分悪い。なんかもう、なんか気分が悪いよ。一個、なんか、越した気分の悪さと言いますか、もうなんかね、よくわかんないんですけど、本当に吐き気とめちゃくちゃ気分悪くなっちゃったんですよね。で、うわ、最悪だ、もうインフルとか、熱って言いますかね、こう、熱38、7度なんぼとか、なんか熱あるなーっていうのとか、たまにわかるじゃないですか。なんか、わかりませんかね？僕結構わかるタイプだったんですけど、うわ、これ、多分、熱あるな、みたいな。こう、大体、こう、たまに察するときあるんですけど、まあ、そんな感じの時の気分の悪さだったんですね。ああ、気分悪いなって感じで、だったんですよ。で、まあ、それも戦うじゃないですか。いや、お腹痛いよ。でも、いや、めっちゃ気分悪いって、こう、戦ってて。でも、それでもね、結構限界だったんですよね。僕の気持ちとしては、いや、本当にマジで死にそうまでいかないかもだけど。そんな感じで戦ってたら、さらにですよ。そこで戦ってるところに、さらにですよ。なんか、痺れって言うんですかね。両手足、なんかこう、ジンジンすると言いますか。なんか、若干痺れて、やべえってなって、マジで。本当に、いや、マジでやべえってなって。そう、戦ってる最中にそれ来ちゃいましたからね。これやべえ。ミスったかも。ボムタワーの位置、ちょっとミスりましたね。一個内側でしたね、もう一個。しかも相手うめえんですけど。ああ、ちょっとやばいですね。近畿道、あ、でも相手近畿道見せてるのありがたいですね。はい。で、もうそこで痺れきて、うわ、さすがにやべえなってなって、しかも、なんかどうにもできない、めちゃくちゃしんどかったんですよね。なんか、一人暮らしで誰もいないんで、たまになんか関節痛とかでも僕結構あったんですけど、気分悪いと、みたいな、こう、なんかもうしんどすぎて耐えれなくなって声出してなんとか乗り切ろうみたいな、なんかないですかね。どうしても声出しちゃうみたいな感じだったんですよね。なんで、もう、頭はそんな痛くなかったんですけど、気分悪いし、まあ、吐き気で、なんか痺れるし、お腹痛いしっていうので、みたいな、こうトイレで一人こう声出してたんですけど、今日。で、もうそう戦って、もう本当にもう無理だなと思って、救急車調べて、救急呼ぼうとしたんですけど、なんか僕結構病院とかも行かないタイプなんですよね。そう、我慢してというか乗り切るタイプなんですよね。なんか病院とか行かずに。なんで、こう病院、いや、どうするみたいな、こう、調べたけど、みたいな感じで、こう、戦って、結局病院はね、呼ばなかったんですけど、そう、結局呼ばずにね、乗り越えちゃったんですよね。で、まあ、なんかでも、怖いじゃないですか。急に痺れとかがあって、なんか、なんでって、今後そんなことになったら怖いし、みたいな感じで、よいしょ。これちょっといい試合しちゃってる。怖かったんで、まあ一応ね、なんかその、相談所みたいな、気分悪い時の相談所みたいなところに電話して、なんか、いろいろこういうことがあったんですよ、みたいなことを相談して、って感じでね、ちょっと今に至るんですけど、まあ、この後ね、病院行こうかなって思ってはいるんでね。よいしょ。よいしょ。ここ一回ちょっと耐えさせてください。一回ね。終わった。いや、これ本当にもうなんで、まあ、これちょっと負けちゃったんですけど、間の名前ちょっとカラフルでしたね。はい。っていうのがあったんですよね。マジで。本当にもう限界でしたね。結構僕、まあ、部活とかもずっとしてたし、厳しいとこでちょっと、厳しい部活とかだったらね、結構そういう部分強いんですけど、いや、もうこれは無理だなって思って、本当に、一人なんでね、もうどうにもできないんですね。もし倒れた時とかに誰もいないんで、そう。救急車呼ぶかな、呼びきーって感じでね、もうマジでね、なんていうんですかね、生と死の狭間を体験したと言いますか、マジで本当に気分悪すぎて、お腹痛すぎて、なんかもう痺れあるし、みたいな感じでね、ちょっと、ひどい目に遭いましたね。はい。で、まあ、ちょっと経って、まあ、だいぶ落ち着いて、で、なんでそんなことになったんかなってこう考えたら、別に僕健康な生活をしてるわけじゃないんで、まあ、いろんな、まあ、ことが考えられるのは考えられるんですけど、まあ、なんかあんまご飯とかも食べてなかったり、最近って言いますか、ここ最近。なんでまあ、栄養不足とか、まあ、あとはなんか、おとといとその前ぐらいに、でもちょっと前なんですよね、に、消費期限が10日ぐらい切れたベーコン食べたとか、そんぐらいはね、ちょっとあるんですけど、まあでもそんなんだったら、そこまで多分なんないと思うんですよね。ただお腹痛いだけとかだと思うんですけど、そう。なんで、まあちょっとわかんないんでね、まあこの後病院行こうかなと思っています。で、今日ね、17日生放送する予定だったんですけど、まあ病院行ったりとかちょっとね、もしなんかの菌持っていた時に、その生放送する上で、まあいろんな人にね、サポートしてもらうんで、こう移してしまったらね、さすがに悪いなっていうのもあるんで、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただきます。17日するって言ってたんですけど、いや、マジで申し訳ない。なんか最初15日するとか言ってて、できなくなって、17するとか言って、これまたね、僕の、まあ、体調管理でね、また生放送できないんで、18日明日ね、マジでするんでね、本当に、本当に、これはマジです、本当に。なんで、ぜひね、見に来てもらえたらいいかなと思ってるんでね、よければ。はい、見に来てください。というわけで、マジで、気をつけてください。皆さんも急に来ましたから、急に。本当に急に来ましたからね。うわ、これちょっと、うまいタイミングじゃん、相手。スキル打つタイミング。これも、打って、気合で耐えるけど、めちゃくちゃダメージ入る。で、ボムターンの爆破で、まあでも、こっちの方がなんかダメージ効果にしたら美味しいかなと思いますね。で、もう本当に脱水症状の可能性もあったんですよ。なんか、昨日夜寝るときにちょっと喉乾いたなと思って思ったんですけど、冷蔵庫まで取り行くのめんどかったんで、まあ寝るだけだしと思って寝て、まあ、今日起きてちょっと経ってからとかだったんで、まあ、ワンチャンそのね、脱水症状の可能性もあるなと思いつつ、そう、なんで、その気分悪いトイレの時に、こう、ちょっとね、まあズボン、パンツはちょっと若干下ろしたまま、ちょっと、テクテクね、もう動くのもしんどかったんですけど、こうテクテク冷蔵庫の方まで行って、あった飲み物飲んで、まあなんとか、まあ飲み物飲んだりして、なんとかね、対応したんですけど、本当にそれがいい対応だったかわかんないんですけどね。で、まあちょっと経って本当落ち着いてきて、っていう感じのね、本当に。で、食べ物も食ってなかったんで、で、家に、食べ物食ってないと言いますか、まあ、そんな、十分なほどは多分栄養とかも取れてなかったんで、家にあった札幌ポテトの野菜みたいなのあるじゃないですか。札幌ポテト細長いやつで、なんか野菜の栄養素があるみたいな感じの食い物食べてなかったんで、栄養取っといた方がいいよなと思って、はい、ちょっとね、お菓子ではありますけど、こう食べたり、まあ、それも多分良くないと思うんですけどね。はい。っていうのでね、ちょっとなんとか乗り切りましたねっていうことがありましたんで、皆さんもね、ぜひ気をつけていただきたいですね。本当にこんなに苦しいんだっていう病院、いや、ワンちゃんそう、本当に自分で救急車呼ぶって結構勇気いると思うんでね。まあ、僕は呼べなかったタイプなんで、皆さんぜひ危なかったらぜひ救急車呼んでください。というわけで、こちらのデッキね、一回ちょっと負けちゃったんですけど、もう今多分結構強いっぽいのでね、はい、よければね、お使いください。というわけで、あれですね、本日、993コラボも多分上がってると思いますのでね、ぜひそちらも見てみてください。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。